こんにちは、かわぽんです。本日お話しすることは、家庭の話になります。外れることを前提にご覧ください。くれぐれも、ノークレームでお願い申し上げます。さて、立教大学は志願者が確定しました。中でも、法学部の減少が著しいですね。もし、2023年度は、2022年度と同じ合格者が出るとすれば、2023年度の倍率はどれくらいになるのか、シミュレーションしてみました。まずは、2022年度の詳しい状況を見てみましょう。こちらです。志願者は、ご覧の通りですが、志願した人が全て受験するわけではありません。申し込みだけして、実際に受験しない人もいるのです。前年度は、どの学科も、5% 程度受験しなかった受験生がいました。そして、いつもご紹介している受験倍率は、受験者の数を合格者の数で割った数値になります。それが、今、ご覧の倍率になります。もし、2023年度も同じ受験率であり、そして、合格者も同じ数を出すとすれば、倍率はどのようになるのでしょうか。次になります。じゃん、こちらです。2023年度の志願者に、前年と同じ受験率をかけて、2022年度と同じ数の合格者が出ると仮定した場合の倍率は、画面の通りです。めちゃくちゃ低いです。特に、国際ビジネス法学科は 1.3 倍になります。マーチの一般入試で、この倍率は、特殊な事情がない限り、お目にかかれません。本当にこうなるといいですね。くれぐれも、合格者を何人出すかは、様々な事情があり、大学のさじ加減次第です。前年度と大きく乖離する場合もあります。今回は、本当に軽い参考程度にしてください。参考数字として、2021年度の合格者の数も、右端に記載しておきました。今日は以上になります。ありがとうございました。